タタ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 ンタン。それで上体が死なない。タタ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 タンタン。ピシッと。さん、はい。タタ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 タンタン。違ってね、タップの場合ってすごく時間がかかるんですよ、うん、今日覚えて明日踊れるというダンスではなくって、これはもう何年も特訓しなきゃいけないのと、それからこれは私が教えてこうやってこうやってできるというものじゃなくって、個人がマラソンと同じでね、精神的にコツ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 やってって初めて完成されていくものですから、彼女たちが1年であのぐらい行ったということは、私にとってはすごくすごい努力をしたんじゃないかなと思います。ですからなおかつもっとその努力を重ねていってほしいし、彼女たちはそれをやり遂げつつあるんでね、安心してます。そうですか、はい、じゃあ先生からご覧になって、彼女たちはスターになっていくというふうに思われますか？なっていくと思います。ずっとやってるとだんだん足が動かなくなってきちゃって、うん、すごい辛いんですよね、うん、こうタップだからずっと足を動かしてるから走ってるのと一緒だから、うん、今日はこれからどうするの？これから家に帰って、明日は仙台に行くんで、うん、その準備とかして、たちに我々は期待している将来、完成図って言いますかね、過去例えばピンクレディとかキャンディーズとかいろいろ、例えば、女の子たちのグループっていうのが世の中にあったと思うんですけども、それとはまた全然違う一つのゴールっていうのを目指していることは確かでね、やはりその一番何が違うかっていうと、音楽っていうものとの映像っていうものがやっぱり絶えず一緒にドッキングしながらこう歩いていくっていう、この少女隊という3人の女の子はね、やはりそれを徹底してやってる一番いい例じゃないかと、あるいは最初の例ではないかっていう気がするんですね。青いムーンレット、星が流れた街外れのビーチで、あなたと私だけよ、私は今不思議な場所に立ってるわけですけども、ここの説明を元少女隊のマーシャに説明してもらいましょう。こんばんは、マーシャクラッカーです。ここは、はい、ここなんですか？ここはですね、少女隊ショップといいましてですね、キャラクター商品マーチャンダイスが、はい、売られる、お店なんですけれど、12月末から、はい、このチェーンストアの第1号が、はい、どこにどこにっていうと、どこに出るのかな？原宿ですか？原宿にやっぱりね出るわけです。それで、まあ、うまくいけばたくさん増やしていこうと。そうです。でここではですね、いろいろと、まあ、レコードとかビデオとかそういうものもありますけれど、洋服、衣類のと
とショール、うん、それからまあこういう小物のテディベアとかそういうものが全部売られるんですよ、うん、まあこれは少女隊ショップだけじゃなくてもデパートスーパーマーケットもあらゆる場所でね、はい、もちろんレコードやこれすごいスケールでこう売り出すわけですね、うん、でこれ非常に珍しい点っていうのは、珍しい点っていうのは少女隊ショップのマーチャンダイスの方が先に作られているということなんです。あ、まあ、少女隊がいわゆるスタートしてね、はい、ファッとブームを起こす前にすでにもう商品が先に出てこのようにもできてるわけなんです。で少女隊も同時にそれで出ていくと。ここに表があるんですけれどもね、これずっとびったりとスケジュールが書いてあるわけですね。これ10月から来年の3月まであらゆるこのジャンルですね、レコード、テープ、ビデオ、それからキャラクター商品、それから宣伝ね、はい、CM にも出る、はい、映画にも出る、テレビにも、はい、ラジオにも出ると、もうぴったりもう、つまり宣伝、情報を流すためのあらゆるメディアをこう占領してるわけですね。そうですね。つまり少女隊というのが、ある一つのブランドになってるわけですね。うん、まあ、確かにこのブランド商品なんですけどね、うん、全部。ただ、まあ、今までだったら誰かの名前がこう書いてあって、うん、一人の人の名前が書いてあるわけですけれど、うん、今回は少女隊というブランド名ですから、うん、それであれですって、講演会っていうかなんか親衛隊も少女隊っていう隊なのね。そうです。もうつまり日本を少女隊で埋め尽くしてしまおうという、うん、こういう作戦なわけですね。いろいろと少女隊がそんなことは本当にできるんですかね。いるわけですね、ね、うん、今日は、経済人類学者の栗本慎一郎さんをお呼びしてですね、いろいろお話してみたいと思います。栗本さん、はい、だんだんねそのスターの年齢は若くなってきますけども、スターっていうのはですね、まあ富豪であることはあるわけですね。そうです。富豪にならなければスター、僕自身なんかもね、小柄文次郎になった時は中村蔵さん自身ではないという感じだったでしょ。それでそれがまた自身であるという幻想でもってこう、うん、一般大衆はね、持つと。しかしちょっとずれてるという必要があるんですね。うん、まあだけど俳優ってのは面白いもんでしてね、うん、ある自分のキャラクターに合ったような役を、まあ、に入りますわね。それでうまくいくとですね、だんだん本人もその気になって、その気になってね、そのキャラクターになって生きてしまうっていうケースが随分あるんですよ。いわゆるね、一つのイメージしかない大スターさんっていうのにはね、うん、結構こういう方多いんですね。ああ、わかりますね。それまでチャラチャラね、こうヘラヘラしてた人が男っぽい役をやって、うん、それで大ヒットしちゃうとなんかね、うん、普段からその気になってって、うん、だんだんそういうふうになってってしまうっていうか、うん、自らがその商品化していくというね、よくわかります。中村さんはそうなりきらない、ちょっと知性がありすぎた。いやいや、そうじゃないんですけど恥ずかしがりなんですね、僕の場合。同じことだと思いますけど、なりきれないところは個人として本当はあるべきもんですけどね。まあ、べきって、まあ、全員がスターになるわけじゃないから。でもスターになる人はそうなってる場合多いですね、確かにね。まあでもその方が楽だっていう面もありますわね、うん、生活から演技してしまうと、生活から個人から少し切り離したメタレベルにしてしまうというね、それはもう本能的にやってたことだと思いますけど、ね、それの方が楽なような気がしますけどね、うん、楽だけれどもね、メディアにそこまで自分をさらけ出すよりかは、うん、例えばそれがね、今度は飽きられた場合にはね、うん、どうしようもないわけですね。打ち手がなくなってきちゃう、うん、古いものとして葬られていってしまうでしょ、うん、だからあるイメージっていうのは商品として一人歩きするわけだけども、個人っていうのはまたそれにくっつきながらこう変化して生きていくと、うん、そういう部分があるわけですけどね、うん、例えばこの少女隊というキャラクターは一体どういうもんなんでしょうかね。まずだから初めからその3人の女の子たちの個性と言ってますけどね、売ってる人は、うん、個性というのはある意味でこう無化して希薄化してね、うん、で少女隊自身がブランドで、そこに後から3人入れるということですね、うん、ですからもっと他にこう演歌少女隊だとかいろんなこうスポーツ少女隊だとかそういうものを作って、どんどん人は入れ替えうるようにこうしてやるわけですね。そのことはだからさっき言いましたように、あるこう映画俳優さんが自分のこうイメージね、出来上がったイメージに合わせていくと、合わせられれば誰でもいいんだというねことを最初からこうやってるってところが、まあ新しいといえば新しいけど、システムとしては前からそうだったと。ただすごく企画的にね、こう初めからこうやっていくというところが、まあ今回のまあ話題になるもん特徴じゃないですか。もちろんこの少女隊というものをこのプロたちがですね、はい、集まって作り上げたわけですから、その狙いがあると思うんですが、やっぱり聞いてみるとですね、個性じゃないんだと、逆に言ってね、うん、そうですね、少女隊というイメージが重要なんだ、そ
そういうことがあるわけですね。それで、いろいろ作ったものなんか見てみますとね、なんかちょっと夢のような、うん、そういうイメージをたくさん作ってるわけですね、うん、映像でも何でも、うん、アメリカの方でもその夢を売ると思うんですよね、その芸能界というのは、うん、あくまでも、しかし必ずそこにはその個性が強い人が出てるわけですよ。それで例えばじゃあマイケル・ジャクソンというかなりこう真面目なね、お酒もタバコもしない、やんない、とっても真面目なシンボルが売れたとすると、今度逆にプリンスみたいにちょっとこう乱れた髪の毛の長い、こうあんまり綺麗ではないね、清潔じゃないスターが今度出てきて、もうプリンスのパープルレインっていうこのフィルムを先に作ったらしいんですけれど、これなんてもうすごいお金700万ドルかなんか、はい、そうです。システムとしてはね、マイケル・ジャクソンでももうスリラーを使ってビデオを使ってくるというふうに、メディアをこうミックスさせていろんなところにこう登場して、でイメージをこう作り上げて、でレコードだけじゃなくて儲けていくという、もう今はそういう構造ですよね。でそれをまあいわば先取りというか、日本で最初からいやそれやっていこうというまあことだと思うんですけど、I'm not afraid to die.